ザ・シックスセンスライブ・イン・アペソですね、来ていただきましてありがとうございます。ここのホテルの中のすごくいろんな施設、温泉とかですね、とても素敵なところばっかりなんですけどね、この貴重な時間をこのライブに見に来てくださってすごく嬉しくありがたく思っております。ですね、この時間はですね、この9時から、45分間なんですけども、この素敵なラウンジの空間を使ってですね、素敵なジャズの演奏を楽しんでいただくという内容になっています。短い時間ではありますけども、どうか最後まで楽しんでいただければと思います。ですね、まず私、サックスの小野健吾と申します。よろしくお願いします。札幌から参りました。札幌でですね、一応活動しておりまして、音楽活動をやっておりまして、一応いろんな道内各地いろんな演奏活動してるんですけども、今日はこの赤ずにやってまいりました。メンバーをちょっと紹介したいと思います。ピアノのメンバーなんですけども、本山智明さん、今日はこの本山君とですね、僕と2人でジャズの演奏を楽しんで演奏したいなと思っております。ジャズといってもですね、このようなかしこまってやるような演奏、あるいは聴く方もですね、かしこまって聞かなくてもワイワイガヤガヤ、割とすごいこう普通のライブという、普通のライブといえば普通のライブなんですけども、せっかくこのようなお酒の楽しめる空間でもありますので、変な話、あんまりまじまじとまじまじと見ていかないわけじゃないんですけど、お酒でも楽しんで、なんかですね、なんかリラックスしていただければ、聞いていただければね、僕も嬉しいなと。僕も輪の中にこう混ざってるような感覚でちょっと演奏して、ジャズを楽しみながらちょっと演奏したいなと思ってます。あちらにですね、カウンターあちらにありますけども、結構お酒のあちらで頼まれてですね、なんか手を挙げると素敵なスタッフさんがですね、多分来てくださるシステムになってるはずなんです。確かにそのはずです。なんか女性の素敵な店員さん、確かミキティさんっていう人がいたはず。ですね、あちらの方でいろいろなんか酒でも楽しんでいただきながら聴いていただければなって思っております。はい。で、ですね、そのようなわけで、ジャズと言ってもなるべくですね、こうしんみりして、こうなんていうのかな、テンションが落ちるんじゃなくて、お酒が楽しくなるような曲をですね、チョイスしてちょっと盛り上げていきたいなと思ってますんで、楽しんでいただければと思います。1曲目は、ストラスバーグ・セイント・デニス・ロイハー・グローブというニューヨークで活動していたトランペットの方の作曲した曲でございます。2曲目はですね、もう何年前かな、10年ぐらい前になりますかね、なんかお酒の CM ですね。なんだっけな、あれカバーしてたのはデビッド・サンボーンというサックスの人がやってたと思うんですけども、お酒のなんかの CM で、やってたジョージア・オン・マインドという曲を、ね、お送りしたいと思います。ジョージア・オン・マインド、そしてザ・マスカレードという渋い曲をですね、続けて2曲お送りしたいなと思います。聴いてください。
Thank you.
はい、ありがとうございます。マスカレードジョージアオンマイマインドをお送りしました。ちょっとあの、なんだっけな、デビッド・サンボーンがやった時のね、あのジョージアオンマイマインドは結構くどい感じだったんで、ちょっとくどく吹いてみようかなと思って、ちょっとくどすぎたかもしれません。くどかったらすいませんという感じでございます。あ、ビール飲むとちょうどいい具合になる可能性が高くなりますし、高くならないかもしれません、はい、すいません。ということで、次の曲はですね、オーバーザリンボーというジャズのスタンダードのナンバー、そして、ムーンリバーという、これもスタンダードの、あのよく知られている映画の音楽なんですけど、その曲をちょっとやってみたいと思います。おですね、はい。Thank you.
今日は割れ物ですね、札幌拠点にいろいろあちこちで活動、演奏活動しておりまして、多分、どっかでお会いすることもあるかと思いますので、ぜひですね、応援していただければと思います。あと一応、まあ、そちらの方にですね、入り口の方に、CDが、まあ、一応置いてありましてですね、まあ、興味あれば、ぜひ見ていただければと思います。また、そして、まだ、ジャンジャンですね、お酒なんかもぜひよろしければ飲んでいただければと思います。ということで、次の曲で終わりになります。皆さん、今日はどうもありがとうございました。最後は、上辺ダンソンという人のですね、ナンバーから、リコーダーミーという曲をお送りしまして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
に素敵なアーティストさんが演奏されてますんで、ぜひ見に来ていただければと思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。